皆さんお疲れ様です。今日はね、塩を買ってきました。博多の塩です。で、なんで買ってきたのかっていう、5個買ってきたんですけど、これ保存食です。非常食ということですね。もうすごい自分ね、そういうところちょっと今のこの社会情勢見るとね、何かあったらと思いましてね、準備をコツコツとしてるんですけど、で以前からやってまして、3個ね、博多の塩を、準備してたんですが、まあ、今日ね、もう一夜干しとかね、いろいろ塩を使うこと多いもんで、ちょっと母の方にもね、前の塩は、博多の塩はあげて新たに買ってきたと、ここで1個はね、神様用に塩は使おうかなと。で、90円っていうね、塩もあるんですけど、やっぱり博多の塩がね、278円、ちょっと高い、3倍ぐらいするんですが、まあこちらの方がいいかなと思ってね、準備してます。で、こちらの方がね、やっぱり非常食なんで、やっぱりうまい方がいいかなと、美味しい方がいいかなと、なんかあったとしてもね、ラジオがいいかなと思って、これなんか使い慣れてるっていうのが実際のところなんですけど、まあ今後砂糖とかもね、ちょっと5年ぐらい持つものをね、準備していこうかなと思ってます。これもね、保存でね、自分のために動画撮ってるんですけど、また見直してね、準備していくことをしていこうかなと思ってます。これはね、1個270円、10個ぐらいあってもいいのかなと思うんですよね。やっぱり僕のとこ田舎なんで、なんかちょっとでもあるとスーパーすぐ物なくなるんですね。から今回自粛でコロナかながあった時もですね、最初の1回目ですかね、やっぱスーパー少しなくなってたんで、やっぱ買い占め入るんですね。からまあちょっとこういったのもね、少しずつちょっと動画も撮りながらね、準備、自分なりに準備しようかなと思います。ありがとうございました。